EVERYDAY ブンブン八幡分。見てください、 9.9 キロ歩きました。これが難しいところですよね。もう10本ぐらい歩いたらですね、すぐこのスワイプして、今何キロかな、また10本ぐらい歩いたらすぐスワイプして、今何キロかなっていう感じですね。やっています。9キロ10キロメートルの卵、まあですね、本当にあのポケモン GO を始めた頃ですよね。その頃ですね、2キロメートルの卵を9個孵化させようと思ったんです。そして孵化させたら、あの全部あの卵たまたまだったっていうこともあったんです。そしてね、紹介しておきたいのはですね、もう本当にボールが枯渇してるんです。モンスターボールが19、スーパーボールがですね28。あの前回あのイベント時はですね、あのゲットできるアイテムがですね1つ2つ多かったんですね。あれはすごい効果的でしたよね。ですけれど、そのイベントが終わってからちょっと本当にボールが枯渇気味です。だからですね、ちょっとどっか行ってこようかなと思うんです。あのなんかですね、もう 100m 以上歩いたと思うんですけれども、なかなかです。なんで2キロ卵が出てくるんでしょうかね。なんで2キロ卵が、ちょっとですね、ここは踏切でちょっと電車が通ってしまったんですが、どうして山梨中央銀行のあのポケストップを回したら2キロ卵が夢崩れる。もしかしてここから始める、イチロー TV ブンブン八が飛ぶってここから始める。いや、そんなことしないですよね。初めから見てもらいます。おや、早速おやです。いきなりよ、よかった、よかった。いきなり4月ですよ。ちょっと調べてもらいましょうか。全体的に言うことなし、とても頼もしいわ。HP が際立ってる。ここに注目すると最高ね。一つだけ際立ってるってことは、だいたい80ちょっとぐらいなんでしょうか。ちょっと、あの、個体値測ってもらいます、早速。おや、あー、カピコン、このカピコンも嬉しいですよ、本当に。調べてもらう、いや、そう、どんどんいきます。おや、お
おまたヨーギラスだ。ヨーギラスちゃん大好き。ちょっとこれ調べて。とても強い、自慢できるね。 HP が際立ってる。ここに注目。とても小さい。3回引いて3回ともエースだ。はい、何でしょう。まあまあですね。まあ3回引いてからあとはもう外れですよね。外れ。ミニリュウもいいですよね。お、またヨーギラス。よかった。全体で言う攻撃、攻撃が際立ってる。いいですよね。ここに注目する、素晴らしい。お、またヨーギラスだ。嬉しい。こんなに嬉しいのないっすよ。全体的に言うことなし。防御が際立ってる。あ、またヨーギラスなんですね。またヨーギラスじゃないけど、もう4体ぐらい出ましたよね。嬉しいです、本当に。最後はマイターン。マンタインか。マンタインな。これ、こんな、そのような、名前変えても、名前変える意味ない。間違ってボタン押しちゃいましたよ。はい。こんな感じですね。ヨーギラスが4体。嬉しいです。それでは皆さん、See you!